よっしゃ、それではテニスの王子様、学園祭の王子様ですね、続きをやっていきたいと思います。前回ニオン君のね、好感度だいぶ上がったんじゃないかなと思ったんですけれども、桐原君にね、なんかイヤホンブザータイマーをね、上げたらめちゃくちゃ上がっちゃいまして、ちょっと新アイドルやばいかもしんない。で、今回27日夕方の、話す回数が1回なんで、ニオ君、はい、ステージにいる、太鼓やってんのかな、で見れるんで一応見ましょう。ステージは、あ、夕方になるとステージもいい感じに涼しくなるな。これは変わんないね。誰かいたりしませんか。特にぶつかったりもない。じゃあ話そう。ニオ君、太鼓の方はどうです。あ、ニオ先輩。お疲れさん。お疲れ様です。お疲れ様です、ニオ先輩。またあれかな。忙しそうやな。またか。お前はいつも走り回っとるように見えるぞ。ニオ君の目には何が見えてんだろうな。落ち着きがないと痛そうですね。気にしちゃいかんぜよ。で、俺に用じゃろ。そう、用。そうしたら、どうしよう。学園祭の話、これでいいかな。森天の配置図です。一度目を通していただけますか。お、ご苦労さん。ああ、こう見ると分かりやすいな。お褒めいただいた。何か気になることとかありますか。そうじゃな。いや、大丈夫じゃないか。本当ですか。はい、じゃあ真田先輩にも見せてきますね。あ、頼む。やっぱ学園祭の話だとそんなに仲良くなれない気がする。上がりはするんだろうけど、1メモリ2メモリそんなもんか。これマックスまで行くの無理じゃないかな。あ、どうした文太くん。今から帰るとこか。ええ、見ての通りです。ええ、そうです。だったら駅まで。マジでそんなこともあんの。ああ、でももしかしたらあの人と出会うかもしれないし、どうしよう。あの人、まあでも、はい、ぜひ、はい、ぜひ。おお、任せる。きっちり駅まで送ってやるぜ。なんなら家まで。で、何を。おお、今から帰る。うっそ。ああ、ニオ先輩。ああ、気にするな。いや、ちょっと待ってください。待ってください、本当に。違うんす。下がる下がる。おい、めっちゃ下がる。これリーセマらしいよ、さすがに。もう駅。なんだよ、もう着いちまったのか。早すぎだろ。マジでか。よりによってだよ。桐原くんに見られるんだったらまだしも。そうですよね。それじゃあここで。お、またな。ちょっと死に戻ろう、これ。マックスまで上がんじゃないの、これも。ちょっと。さあ、死に戻ってまいりました。話題、同じでいいかな。でも学園祭の話題そんなに上がんなかった気がするから、他の話題の方がいいかな。おしゃれの話題、行ってみますか。悪いが、用があってな。おい、ちょっと待ってよ。あー、はい。マジでもう一回リセマラした方がいい。あ、お、今から帰るとこか。結局これは絶対起きるんだ。ええ、そうです。だったら駅まで送ってやるぜ。え、これ断ったらニオ君来んのかな。ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、そう。じゃあ、ま、ちょっと今日はあのたまたま用事があって。下がんの、これも。マジか。あ、お、今から帰るとこか。はいはいはい、今帰りです。そうです。なら駅まで一緒に帰る。帰ります。送っちゃるぜよ。送ってくださいぜよ。はい、ぜひ。はい、ぜひ。お、素直でええの。すいませんでしたね、あの前の世界線では。こんなことあんだ。お前さんは付き合うとるやつとかおらんのか。いや、とりあえず妄想の中ではたくさんいるんだけど。やだ、いないですよ。ニオ先輩こそ彼女さんがいたりして。ん？おるよ。え？あ、そうなんだっけ。え？ダメじゃないですか。誤解されたらどうするんですか。
こらこら、慌てなさんな。うん。いると言ってもこれからできる予定じゃし。あ、そうなん。そうなんですか。よかった。でもすごい自信ですね。できる予定だなんて。作ろうと思ってできるもんじゃないからね、彼女なんてね。まあこれからが勝負じゃし、脈がないわけじゃないしの。ワカメのこと言ってんのかな。そうですか。頑張ってくださいね。お、お前さんも応援してくれるし、頑張ってみようかの。ワカメのことじゃないの。はい。じゃあまず第一段階として名前で呼ばせてもらおうかの。は。は？別に構わんじゃろ。まあ俺のことは今まで通りで構わん。俺もでも二王くんは二王くんで呼びたいな。あ、はい。じゃあそういうことで頼むな。あら、嬉しいね。でもは、はあ、ワカメ分かってないね。鈍感すぎない。あ、もう駅。ああ、早いもんだな。そうか、さっきこの話をしたかったのに、その文太君と帰ってるのを見たからあんなめちゃくちゃ下がったんだ。そうですね。それじゃあここで。ああ、気をつけて帰るんやぞ。ニオ君もお気をつけて。あ、上がるね。あ、とんでも2メモリか。んで夜になりましたと。一回親愛度チェックしとこう、これ。あ、あ、携帯鳴ってる。誰だろう。はい、クリです。こんばんは、ニオじゃ。ニオ君どうした。え、ニオ先輩、こんばんは。驚いたかな。驚いた。でも番号指定のニオ君しかいないしね。はい、少し、あの、何か。なあ、明日暇か。明日準備じゃないの。はい、暇ではありますよ。じゃあちょっと付き合ってくれんか。コンサートのチケットもらってな。あ、明日オフなんだっけ。てっきりなんかその準備の中で時間作ってくれってことかと思った。一人じゃ行きにくいし、それに模擬店の景品のことで相談もしたいし。はあ、はい、いいですよ。お付き合いします。じゃあ明日10時に駅前で。へえ、わかりました。よろしく頼む。じゃあな。いや、なんかだんだんっていうか一気に乙女芸みたいになってきた。あ、何のコンサートか聞くの忘れちゃった。テニミューじゃない。え、親愛度チェック行こう。どう、ニオ君ダントツだけど、このなんか上の太いところまで行きたいな。行けんのかな、このあと数日で。文太君下がっちゃったからな。 OK、 そしたら一回セーブしておきます。いや、でもステータス関係なしにこのなんか親密度だけで進んでいくの楽でいいな。寝よう、明日朝早いからね。10時ってことはもう5時ぐらいに起きないと。8月28日日曜日だから準備もないのか。寝坊した。あ、そろそろ約束の時間だ。遅れないように早く出よう。じゃあ、デートだ、デートに行く。どうなる。ニオ君私服、制服だ。はい、ニオ先輩おはようございます。ああ、おはよう。どうしたんですか、そんなに走って。今が待ち合わせ時間ちょうどですから遅れてないですよ。いや、そこの信号まで歩いてきたんじゃが。はあ。なあ、お前さ、さっき軽薄そうな男に話しかけられてたじゃん。マジでそんなことあったの。はい、軽薄かどうかはわからないですけど道を聞かれてました。ほう、あいつらどこに行くよ。あいつらね、知り合いなの。ここの近くにコーヒーの美味しい喫茶店があって、場所を知らないかって聞かれたんです。で、知ってたから教えてあげたら。よくわからんから案内してくれって言われたんじゃろ。あ、そうなん。すごい、その通りです。でも私人を待ってますのでって言って断ったんです。ちょうど走ってくるニオ先輩が見えましたし。相手の男にも見えたかな。ワカメナンパされてたの。はい、多分。そしたらすぐに行っちゃいましたし。そうか、間に合って何より。はあ、まあね、ワカメは一途なんで、あの、他の男にはうつつを抜かしませんよ。どうしたんですか先輩。いや、相手に気づかれなきゃ意味ないとしみじみ思っとっただけ。はあ、あ、まあアピールになるしね、そのね、存在のね。はあ、ほんと天然にはストレート以外効かんのじゃな。うん、多分ワカメにはね、ストレートに行かないとマジで通じないと思う。鈍感中の鈍感だよ。
はあ、まあ気にしない。さあ行くか。はい、行きましょう。何のコンサートなんだろうな。そういえば先輩、何のコンサートなんですか。ああ、なんか最近売り出し中のバンドでな。おう、ライブ？チケット。はあ、このバンド割と有名らしいです。友達がメンバーみんなかっこいいって言ってました。そうなんか。俺はよくわからん。ロックですかね。姉貴が行く予定だったんじゃけど、彼氏と別れたとかなんとかで行く気が失せた。うん、それはまあね、一人で行くのもあれだしね。俺に押し付けてきたんじゃ。うん、なるほど。そうなんですか。姉貴としちゃ捨てる気にもならんらしくてな。まあもったいないしね。かといって今はチケットの転売みたいなのはダメだし。しかも譲ってやるんだから土産買ってこいって釘刺された。じゃあ東京バナナでも買って帰ろう。ニオ先輩、お姉さんには頭が上がらないんですね。ああ、姉貴には勝てんよ。そんな怖い人なんかな。ふふふ。あ、開演時間もうすぐですね。行きましょうか。そうじゃな。どれぐらいのサイズの箱なんだろうな。もうコンサートホールみたいな感じなのか、ライブハウスなのかな。終わっちゃった？やっと終わったっていう言い方ないでしょうよ。やっと終わりましたね。大丈夫ですか先輩。ああ、すまんがちょっと疲れた。やっぱなんか猛暑とかダイブとかあったのかな。そうですね、私もちょっとバンドの演奏よりも黄色い声しか耳に残っとらん。はあ、なんだったんじゃあの女どもは。まあでもそういうもんだと思うけどな。なんだか熱狂的なファンクラブがあったみたいですね。音楽に合わせて踊ってましたし。あれだけ叫んどってどうやったら音楽が聞こえるのか真面目に不思議じゃ。まあ、みんな音楽っていうよりもその場のノリみたいな感じだからな。そうですね、はあ、なんか疲れたら腹が減ってきた。飯食うか。もう食いましょう。ゆっくり食いながら話そう。いいっすね。何を食う。ああはい。お昼はなあ、あのバンドメンバーかっこいいと思うか。いや、ニオ君の方がかっこいいよ。うん、かっこいいとは思うんですけど。そうか。あ、もしかしてアイドルとかそういうのに興味がない方。俺全然ないな。あ、はい、友達に珍しいって言われます。珍しい方に入るか。どうなんだろうね。まあでも男性はそんなにアイドルは言わないと思うんだけどな。女性はもうわからないですけど、とりあえず話題についていくために AKB をなんか勉強したりみたいなのはあったけど、もう今わかんないもん。はい、クラスの友達は大体人気のあるアイドルとか好きですし。うん、ほう。ニオ先輩、頼みがあるんじゃけど。頼みですか。はい、なんでしょう。そのお前さんの友達にな、はあ、テニス部の試合でも練習でも見に来たことがあるかどうか聞いてみてくれんか。え？はい、構いませんよ。じゃあ顔の広い新聞部の友達に。あ、メールでいいですか。ああ、その方がお手軽やの。頼む。わかめ、友達いるんだな。そう、しんとすぐに返信が来ればいいんですが。まあゆっくり食べながら待つとしよう。はいはい、そうですね。そういえば今メールを送った友達、運営委員が羨ましいって言ってるんですよ。どうして、雑用ばっかりで忙しいのね。運営委員長が氷堤テニス部部長の跡部さんだからだそうです。あの人すごく有名なんですね。ま、目立ちたがり屋で派手なやつだそうね。テニス部の人たちの中でも有名なんですか。ああ、実力も折り紙付きよ。雪村くんとなんかすんごいタイブレイクになってたよね。380何対380何みたいな。そうなんですか。ああ、先輩、友達から返信が来ました。お、早いな。なんて書いてる。なんて書いてる。わ、見に行ったに決まってるじゃないって書いてます。行った試合についても感想を含めて書いてますね。そりゃ親切じゃな。どんな感想が書いてある。この短時間でそんな書いた。まず評定。テニス部の練習中はいつもフェンスの向こうに女の子の集団がいて、黄色い声援を送っているそうです。ファンクラブまであるってすごいですね。アイドルグループみたいじゃな。ね。で、他校でしたら性格が捨てがたい部長さんと天才富士山、ルーキーの龍馬くんがグッドだそうです。ほう、手塚もか。他には他には
他には今回の学園祭参加校でおすすめは六角のさえね、佐伯さん。先ほどの評定は部長さんと押谷さん、山吹は仙石さん、不動峰の立花さん、ルドルフの水木さん、まだいますね。いっぱいじゃな。すごいね。そうですね。立会は忘れちゃいけない我が立会大レギュラーメンバー、ワカメ写真撮ってきてって、相変わらずなんだからもうなかなか面白い友達みたいじゃな。しかしいい情報を聞いた。まあでも女子人気高いのはなんか納得のメンツかな。情報ですか。ああ、その情報のおかげで模擬店の景品とっておきのを思いついた。マジっすか。そうなんですか。一体どんなスワンが今は内緒でも、お嬢さん方垂涎の品になりそうやの。私運営委員なんで教えてもらわないと。へえ、気になります。そのうち教える。はい、期待して待っててくれ。まあ数日でわかるでしょう。はい。さてと、ああそうじゃ、姉貴に土産を買わんと。何買います。あ、じゃあ私に買わせてください。私からのコンサートのお礼ということで。え、でもお前さん、ちょっと苦手だったんじゃないか。だいぶお疲れだったよ。そんなことないです。ちょっとびっくりしましたけどね。それにあのコンサートで仁王先輩、森店の景品のヒントをもらったみたいだから、運営委員としてお礼しないと。律儀じゃな。じゃあお言葉に甘えるか。ケーキかなんかでいいから。じゃあケーキにしましょう。はい、じゃあ美味しいところを知ってますから買いに行きましょう。あ、俺モンブランは嫌だよ。お待たせしました。レジがだいぶ並んでて。いや大して待っとらんが、ずいぶん流行ってたケーキ屋だったな。そんなに混んでた。はい、すっごく美味しいんですよ。その顔を見てると本当にそうなんじゃろうな。ほらジュース。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。お金を。いいって、好みがわからんかったからスポーツドリンクにしたが大丈夫。もう大好物ですね。はい、じゃあいただきます。今日はなんか俺の用事で連れ回したみたいじゃな。いや全然そんなことないっす。いえそんなことないです。楽しかったよね。コンサートは驚いたけど楽しかったし、模擬店の準備にもなりましたしお前さんは本当に真面目じゃな。真面目で鈍感。そうですか。ああ、運営委員は楽しいか。ちゃんと認めてもらえれば頑張ってるはずなんだけどね。話しかけただけでなんか運営員がそこで何してるみたいに怒られることもあるから、そういうのは辛い。はい、すごくやりがいがあります。最初はなんとなくで引き受けたことなんですけど、やってよかったなって思います。そうかそうかな。はいはいはい。いや、なんでもなか。そろそろ日も暮れてきたし帰るとするか。これいけっかな、ニオくん。はい。これでも上がる？マックスいく？あ、めっちゃ上がる。文化祭までにギリギリ行けっかもしんないですね。で、夜になった。今日は楽しかったな。なかなか寝つけないよ。え、もう一回親愛度チェックしよう。とりあえずこの上のなんか緑の太い線までは行きたいな。もうダントツでニオくんが1位になりましたね。オッケーっていうところでね、いいお時間にもなってるんで、今回この辺にして、次回またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。こうにゃっ、また鈴鹿くんだよ。どんだけボンバーマンなんかれ。お前マリー、約束されたヒントリガー。はい、ヒントリガーどこ行ってんの。ここよっしゃ、うまいよ、強いよ、かっこいいよ。はいはい、ステップ踏まないで、ステップ踏まないで。オッケー、いったー。